AJ エリスはアメリカ合衆国ミズーリ州ケープジラード郡、ケープジラード出身の元プロ野球選手。ウとうみぎち。現在は MLB サンディエゴパドレスの球団職員。相性はダット。ロサンゼルスドジャース時代2003年の MLB ドラフト18巡目でロサンゼルスドジャースから指名されプロ入り。2008年9月15日のピッツバーグパイレーツ戦で メジャーデビューを果たした。2009年は8試合に出場してタイムリーヒットとなるメジャー初安打と初打点を記録。2010年は過去2年から一気に出場機会を増やし44試合で打率278をマークした。守備面では失策こそ1個だけだったが守備防御点は2だった。2011年前年よりは出場機会が減少したが 二年連続で270代の打率をマークしたほか、メジャー初本塁打を放った。守備面では無失策だったものの、前年に続き守備防御点はマイナスとなった。2012年に31歳にして初の正捕手となる。監督のドン・マッティングリーは、エリスの守備力を高く評価している。同年は規定打席に達し、打率270、13本塁打。 52打点という打撃成績を記録した。守備面でも守備防御点プラスに自己ベストとなる盗塁阻止率33%を記録し、正保守企業の期待に応えた。2013年も引き続き正保守としてプレーした。打撃面では、それまで3年連続で270台の打率をキープしていたが、この年は238と不審だった。一方で、 二年連続となる二桁本塁打を放った。守備面では3失策、守備率997、盗塁素子率44%と高成績をマーク。また、保守防御率はメジャー全体で2位となる3.05という数値を記録した。2014年2月1日にドジャースと355万ドルの一年契約を結んだ。開幕ロースター入りしたが、 4月6日のサンフランシスコジャイアンツ戦で左膝を負傷。4月8日に15日間の故障者リスト入りし、手術を行った。故障の影響もあり、出場試合数は3年ぶりに100未満に終わった。打撃面では、不振を極め、打率、191、3本類が25打点という成績だった。守備面でも前年に高かった。 トールイソシ率が25%まで低下した。2015年1月13日に球団と年俸調停を回避し1年契約425万ドルで契約を結んだ。この年は、新加入のヤズマニグランダルにレギュラーポジションを奪われ、63試合の出場に止まった。2016年8月25日にカルロス・ルイーズとのトレードでトミー・バージェンス、 後日発表選手と共にフィラデルフィアフィリーズへ移籍した。オフの11月3日に FA となった。2016年12月12日にマイアミマーリンズと1年250万ドルで契約を結んだ。2017年は51試合に出場して打率。2 1十6本類打、14打点を記録した。オフの11月2日に FA となった。 2018年2月15日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月28日にメジャー契約を結んで開幕25人枠入りした。この年は66試合に出場して打率、272、1本塁打、15打点を記録した。オフの十月二十九日に FA となったが、 2019年2月11日に引退を表明した。今後はパドレスの球団職員として活動する。打撃面では長打力が持ち味であり、2012年からは2年連続で2桁本塁打を放っている。一方、交付調の波が大きい。選球眼は優れている。総力は低く。 メジャーデビューから2015年までの8シーズンで、盗塁を一つも決めていなかった。守備面では、コミュニケーションをよくとり、試合中で球種の調子を見極める能力にもたけている。2014年までに、サイヤング賞を3度獲得した、エース・クレートン・カー賞とは相性が非常に良く、その日のカー賞の球種を見極め、速球が良くない試合では、変化球の割合を増やす、巧みなリードを見せる。 ありがとうございます。